皆さん、自民党が保守だと思ったのは、皆、大間違いですよ。私たちが、日本保守党を立ち上げたときにですね、もう何人もの自民党の支持者とか、あるいは自民党の議員そのものからも言われたことあります。保守を割るのかと。お前たちは保守を割ってしまうのかと。保守を分断するのかと言われました。とんでもない。お前の保守ちゃうやないかと。はい。中にはね、自民党の中に、自民党内にいて、そして自民党の中から変えていこうという、そういう議員がたくさんいますと、こういう人もいます。アホかと。安倍さんでさえできへんかったことが、お前らチンピラ議員にできるかって話ですよ。はい。